愛されぐすよ中がなびら。はい、今週も始まりました、みこちゃんです。よろしくお願いします。猛獣です、チーターです。人生はのチーターじゃありません。はい、みこちゃんここで、はい、ステイホーム、ちょっと待っててね。お手オッケーオッケー。よし、じゃあちょっとみこちゃんこれ開いてね。今週も、シューベルト松田の個人的話ご紹介したいと思います。多分誰が興味あるって感じなんですけど、もうね、僕も試行錯誤しながらやってましてね、歌だけじゃあれだなと思ってね、いろんなネタ引っ張ってきてますが、まあ、今日はね、あの前回台本だったでしょ。で、今日はね、でね、個人文集ですよ。大宮小学校6年生の時の個人文集をちょっとご紹介したいと思います。僕ね、結構漫画とか好きだったからね、このようにね、よく絵描いてたんだよね、こうやって。これ何のキャラクターか忘れちゃったけど、ここにね、一応ちゃんと原稿用紙に書いてんだよね。ちょっと読むとね、目次なんだね、これね。前書き、あと作品、テレビについてとか、裏山の飛びを読んでの感想、あとドル危機とかね、慰霊の日の意見とか、新しい年を迎えてとかね、いろいろこうあるんで、ちょっと全部はあれなんでね、いくつかご紹介したいと思います。例えば、何行こうかな。まずじゃあ、これ6年3組の時の友達のニックネームまで記録してんだ、これ書いてるけど、6年3組の時のニックネーム、ムネミ、トゥガイ。トゥガイっていうのはこうね、なんだろう、あの頭がこう、なんていうの、とんがってるっていうね、ことをトゥガイって言います。クニアキ、団子っぱな、これサトシ、馬、お馬さんのことです。ヒデハル、八の字、ピーピー。つかさ、通貨パー。とめひこ、トミー。たかし、ハゲタカ。ひとし、ピーピッちゃん。ひでのぶ、のぶー。6年3組、松田清彦。じゃあ、最初の作品、テレビ行きましょう。テレビ、朗読させていただきます。で、ちょっと BGM を。6年3組、松田清彦。僕の家には、去年までテレビは1台しかありませんでした。その時は不便なことがありました。弟や妹とチャンネル争いでしたが、父が不便ということで、テレビを買ってきてくれました。うちにはテレビが2台になると今度は、弟たちがテレビの1メートル前まで来て見ているので、母から、こんな近くから見ると目が悪くなるよと何回も言う声がほどほどでした。僕はテレビを毎日見ているが、悪いところより良いところがたくさんあるのだと思う。いうこと言うね。沖縄県では見られないプロ野球。テレビ局が沖縄放送し、これ沖縄放送なんだけど、これ見て。沖縄放続旅になってる、放送の層、テレビ局が沖縄放送し、球場から生中継してくれたり、教育番組では理科の実験番組を見せてくれたり、遠いところのものを見せてくれる良いものだと思います。テレビは人間の生活に役立ち、家具の中でも一番よく、家具じゃないけどね、ツッコミどころ結構あるな、6年生。家具の中でもテレビは一番よく生活になければならないものだと思います。テレビはどこの家に行ってもなるべくはテレビを持ってる人々の家が多い。それは多くの人々がテレビをよく見ているからだと思う。またテレビでは毎日ニュースをやってます。どこでどんなことが起こったのか、これはなくてはならないんだなと思う。僕は番組が終わると必ずニュースがやるので、
ニュース早く終わらないかなと思っていますが、ニュースでは一日のことがわかる朝、昼、夜、必ずしもニュースをします。それはさっきも言ったように、一日にあった事故や事件など、他の出来事をテレビで知らせてくれる良い番組なのです。ニュースのことね。だから普通のなんだ、バラエティ番組とかね、ドラマとかそういうの見たいから、55分ぐらいになったらニュース始まるじゃない。早く終わんないかな、終わんないかなっていつも子供心思ってんだね。また、刑事や江戸などの殺されるものや洋画劇場などはよく見てるけれど、眠たくなってももうちょっともうちょっとといううちに全部見てしまって、翌日は朝遅く起きてしまうことがよくありました。まあ寝坊しちゃうんだね、テレビ見て。こうやって何度も何度も遅く寝てしまうことが多いので、次から早寝、早起きをすると決めました。今更これからはテレビを見るものを決めて、計画的に見て、早く寝るようにしようと思います。終わり。なんだこれ。まあ、小学校6年生の俺の文章です。他にもちょっとあるんですが、いいやつちょっとやろうかな、じゃあ。いろいろあるんですが、もう、よいしょよいしょにね、これ、ね、漫画描いてんで、こうやって。当時のね、なんかいろいろ、漫画とか。あ、ここにドル危機って、ドル危機。今のお金は、アメリカの保有するドルではなく、新しい円というお金を使って。まあ、沖縄はね、昔、僕も幼少の頃は、ドル使ってたんでね。まあ、まだ円にちょっと馴染みがまだ薄いのかな。そこでボルはドル危機について発表をします。すごいこと言うね、6年生。1871年8月アメリカはついに、金とドルとの交換を停止しました。このため、国際通貨として用いられてきたドルの役割が次第に弱められ、20世紀の前半から世界的に大きな力を誇ったアメリカの土台もややぐらつき始めたのである。ベトナム戦争で多い時には南ベトナムだけで55万、東南アジアで72万4千、太平洋艦隊の38万9千を加えると約20万3千人の軍隊が常に活動していました。金額的に見る、すごいこと書いてる。調べたんだな。金額的に見ると、2000数百億ドルもの、戦費がベトナム戦争で使われました。アメリカの大企業の海外投資を上げることができます。アメリカの大企業のいくつかは、アメリカで生産するより、海外に資本をつぎ込んだ方が利益を上げることができると考えました。ドル危機以降、アメリカの国際収支は次第に良くなりました。1973年に起こった第4次、中東戦争をきっかけにして起こったいわゆる石油危機の後、この動きは弱まっています。ドル危機でした。これで発表終わりますまあ間にこうやってドカベンアニメ書いてますか。なんかいろいろ書いてんな、この文春。もうやたらとも絵でごまかしてますけどね。まあ俺当時ね、友達からも、将来は、漫画家か画家って言われてましたからね。なんか、慰霊の日があったんですよ。あ、また、好きだったんだよな、ドカベン。スポコン、野球アニメが好きでしたね、もう。アニメのことばっか。責任の感想とかね。慰霊の日、なんかなかったっけな、さっき。慰霊の日についてあったんだけどな。あった。じゃあ最後。沖縄慰霊の日の意見。ということで、俺がね、小学校6年のこの個人文集で
書いた文を結びにご紹介したいと思います。慰霊の日の意見、6年3組、松田清彦。沖縄には軍基地があった。第二次世界大戦に民は15万人死んで、軍は9万人死んだそうです。計24万人死んだことになるのです。ただ足し算じゃ、これもう二度と戦争というのは起こさないでください。慰霊の日の意見、終わり。ただの足し算で、まあ亡くなった方にね、追悼ということで、まあ小学校6年生の俺が思った意見なのかな。ちょっとこれで結びになんないな。ところどころもうアニメばっか書いてるな。飛べ孫悟空とかさ。あ、最後に後書きっていうのをご紹介して結びにします。後書き、これですね。読みます。後書き、6年、松崎清彦。中学生だ。今年は中学1年生になる。中学では算数が数学になる。新しい英語もやる。難しいだろう。先生も教科ごとに変わる。中学では下級生になる。あと2ヶ月で中学生だ。不安の奥に希望が湧き上がってくる。俺の、中学生になる感想でした。最後にまあドカベン、これあれか、ドラえもんのミニアニメで締めてますが、ジャイアンだなこれな。結びもアニメで締めてますが、今週はシューベルト松田の個人文集、小学校6年の時のね、個人文集紹介した。みこちゃんどうだったかな。はい、ではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。ラジオじゃねって。ではまた来週、さよなら。この子はヤンバルに来てます。なんとせいちゃんに来てます。せいちゃんが山ちゃんにメッセージがあるそうです。じゃあ山ちゃんに一言。山ちゃん元気？相変わらず俺飲んでんだけど、飲みね。入ってねえ。